次はこう見えて元ビジュアル系バンドのボーカル、神奈川県第14区国政改革院、崎沖仁です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ありがとうございます。本当にたくさんお集まりいただいてありがとうございます。そして桜木町ご通行町の皆様、またお前らかと、またオレンジ軍団かと思われるかもしれませんが、今日はなんと80名を超える国政改革委員が全国から集まって今日演説大会をさせていただきます。また今日ね、この場所をお借りして大きなマイクでお騒がせしますけれども、どうか皆様の投票の参考にぜひ参政党一同の声を聞いていただきたいと思います。私は参政党公認、神奈川14区国政改革委員を拝命しております崎沖仁と申します。どうかお召し上がりください。ありがとうございます。私たち参政党、まだまだご存じない方いらっしゃるかもしれません。今日ね、せっかく楽しい休日お過ごしのところ恐縮なんですけれども、私たち参政党は2020年4月に応援したい政党がない、投票したい政治家がいないであるならば、自分たちでゼロから作ろう、その思いで皆様と同じ普通の国民が集まって作った国民手作り政党なんです。私たちは2020年4月に決闘して、そして私たちはまず何をやったか徹底的に勉強しました。いろんな分野の専門家、歴史、教育、医療、食、さまざまな分野の専門家をお呼びして徹底的に勉強したんです。徹底的に勉強して分かったことは、私たち日本が抱える政治課題のほとんどが79年前戦争に負けたことに起因するんだと、そのことが分かったんです。私たち日本人は日本国憲法ありますよね。私たちがいただく最高法規、この日本国憲法の上に日米安保法案であったり、日米地位協定であったり、もう私たちは軍事的にも経済的にもアメリカにノーと言えない国になってしまってるんです。だからこれを変えていくためには、私たち国民の政治参加しかないんです。私たちはだから政党名に政治に参加しましょう、参政党と名付けたんです。なかなかね、政治に関心が持てない、それは本当によくわかります。本当によくわかるんですけれども、誰に入れていいかわからないならぜひ一緒に勉強しましょう。この政治家はこんなバックボーンがあって、こんな業界から支援を受けて、こんな政策を持ってる、これを一緒に勉強しましょう。そしていやいや、どんなに探しても投票したい政治家いないんだであるならば、一緒に探しましょう。一緒に探して一緒に育てましょう。そしていや、そもそも応援したい政党ないんだよであるならば、私たちが思い描く理想の政党を一緒に作りましょう。それをやっているのが私たち参政党なんです。だから私たちは応援してくれって言ってるんじゃない、一票入れてくれって言ってるんじゃない、ぜひ一緒にチーム日本として一緒に立ち上がって一緒に政治に参加していきましょう。どうかどうか一緒に投票率を上げていきましょう。投票率が上がれば心ない議員にはプレッシャーを与え、心ある議員には勇気を与えます。ぜひ一緒に投票率を上げていきたいと思います。私は参政党公認、神奈川14区国政改革委員の崎沖仁と申します。本日はご清聴ありがとうございました。